タイガーサラマンダーは、北米大陸に生息する全長が30センチメートルに、達する最大の陸性有用類である。陸上生活に適応した頑丈な体、太い獅子、幅の広く短い頭部、短い首と、長い尾、まぶたのついた小さな目を持つ。体色は、非常に変異幅が大きく、茶色や灰色、オリーブグリーン、黒色等の反転や島を持つ。 寿命は長く25年以上生存した個体が知られている。昼間はほとんど穴の中などに隠れており、夜間に昆虫やミミズ、小型の両生類、哺乳類等を捕食する。基本的に陸生であるが、春から夏にかけての大雨の後、自分の生まれた水場に繁殖に戻る。繁殖期の死友が水辺で出会うと、お互いにつつき合い、最後にメスがオスについていき、 オスが落とした製法を自分の総排雪口に入れ、受精した卵を水草に産み付ける。妖精は大型で外エラを持ち、ウォータードッグと呼ばれる。一部はトモグイに特化した大きな頭部を持つトモグイモルフと呼ばれる形態に変化する。寒冷地や一時的な水場で繁殖する個体群は早期に変態し小さな生態になることが知られる。陸上の環境が良くない時は、 養鶏成熟することがある。かつてはカナダからメキシコに至る広範な地域に生息する単一種とされていたが、近年は種とされていた個体群が独立の種に昇格したため、元は種とされていた東部タイガーサラマンダーの実がアンビストマタイグラナムとされることになった。ありがとうございます。